メルセデス AMG F1W12E パフォーマンスはメルセデスが2021年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカーである。2021年3月2日にメルセデス AMG ペトロナス F1 チームは2021年の F1 世界選手権に参戦する新マシンを公開した。マシンの名前は昨年マシンの W11 に続き、 W12 となった。基本的には昨年マシンの W11 のデザインを踏襲しているが、エンジンブロックが強化された点が大きな変更点となっている。その一つとして、エンジンの性能向上を図るためにプレナムチャンバーの容積を大きくしたためエンジンカウルに膨らみが目立つようになったところである。マシンのカラーリングは、昨年マシン同様にブラックを基調としたカラーリングと、 なり、これは、ルイス・ハミルトンが2020年5月にアメリカで起きた黒人男性を白人警官が死に至らしめた事件が発生し、人種差別に対する抗議運動を引き続き支持したことからこのカラーリングとなったと言われている。ドライバーは、ルイス・ハミルトンとバルテリボッタスのコンビを継続。プレシーズンテストでは、ギアボックスのトラブルが発生し、 テスト初日の午前中を失った。ルイス・ハミルトンのチームメイトのバルテリー・ボッタスも扱いづらい車だとコメントをしており、W12 に苦戦を強いられた。ハミルトンは2度のスピンを喫し、総合タイム順位も回に沈んだ。開幕戦のバーレーングランプリでは、予選では、レッドブルのマックス・フェルスタッペンに0.4秒の差をつけられ、ハミルトンが2位、ボッタスが3位でスタートをする。 決勝では、フェルスタッペンとのバトルが繰り広げられたが、最終的にはハミルトンが0.7秒の差をつけて、優勝。ボッタスは、ハミルトンと37秒差で3位となったが、ファステストラップを記録した。第2戦のエミリア・ロマーニャグランプリは、予選はハミルトンが、今年度初のポールポジションを獲得し、2位のセルジオ・ペレスと3位のマックス・フェルスタッペンとわずかな差で、リードした。 ボッタスの順位は8位に止まり苦戦した。決勝では31周目にハミルトンがターン9でスリップし順位を落としたが、土涛の追い上げにより2位獲得とファステストラップを記録した。ボッタスは翌32周目でウィリアムズのジョージ・ラッセルと接触し、リタイアとなった。 第3戦のポルトガルグランプリではボッタスがポールポジション、ハミルトンがフロントローをそれぞれ獲得し、メルセデスが前列を占めた。決勝では20周目にハミルトンがボッタスを抜きトップを守りきり優勝し、ボッタスはファステストラップを記録して3位に入った。第4戦のスペイングランプリでは予選ではハミルトンがポールポジションを獲得し、このグランプリでハミルトンは 計100回目のポールポジションを獲得した。決勝では1周目の1コーナーでフェルスタッペンに抜かれるが残り6周のところでハミルトンが抜き返し1位を獲得した。第5戦のモナコングランプリは昨年は2019新型コロナウイルスの世界的流行により当たりグランプリは中止となり2年振りの開催となった。予選はボッタスがフロントロー。 ハミルトンが7位となったが、決勝ではボッタスが、ピットでタイヤ交換をした際に、トラブルが発生し、リタイヤを強いられ、ハミルトンはアンダーカットを仕掛けて、順位を上げようとしたが失敗し7位入賞で止まった。これにより、ドライバーズランキングでは、フェルスタッペンが暫定1位となり、コンストラクターズランキングもレッドブルと1ポイント差で2位に沈む結果となった。 第6戦のアゼルバイジャングランプリでは、ハミルトンが2番手、ボッタスが10番手でスタートする。決勝では赤旗により残り2周残した状態で、再スタートとなった。しかしハミルトンが1コーナーでタイヤロックし順位を大幅に落としてしまい、ハミルトンが15位、ボッタスが12位でゴールした。両者がノーポイントでレースを終えるのは2018年、オーストリアグランプリ以来となった。 第7戦のフランスグランプリでは、ハミルトンが2番手、ボッタスが3番手でスタートし、1コーナーでフェルスタッペンがコースオフし、ハミルトンが首位に立つ。ハミルトンはしばらくリードを守っていたが残り2周のところでフェルスタッペンにオーバーテイクされ2位でレースを終えた。ボッタスは1ストップのみで粘ってみせるもののレッドブルの両ドライバーにオーバーテイクされ4位に終わった。 第8戦の主体アーマルクグランプリは、トルコグランプリが中止となったため今シーズンもレッドブル、リンクで2週連続で開催されることとなる。このグランプリでは、FP2 でボッタスがピットでスピンをしてしまうミスが発生し、FIA が危険な走行とみなし3グリッド降格のペナルティが下される。そのため予選ではボッタスは2番手を獲得したが5番手からのスタートとなり、 3番手を獲得したハミルトンが2番手に繰り上げられた。決勝ではボッタスが5番手から3位まで順位を上げ表彰台を獲得し、ハミルトンは2位表彰台獲得とファステストラップを記録した。第9戦のオーストリアグランプリは先週に引き続きレッドブルリンクで開催された。予選は93に進んだものの結果はますますで、ハミルトンが4番手。 ボッタスが5番手からのスタートとなった。決勝では20周目にハミルトンが2位まで上げるが、その後48周目に1コーナーでコースオフし、マシンにダメージを受けたため順位を落とし4位でレースを終えた。ボッタスはハミルトンが先を譲り2位まで上がり、その後もマクラーレンのランドノリスト2位争いを繰り広げるが、そのまま逃げ切り2位表彰台でレースを終えた。 第10戦のイギリスグランプリでは、金曜日に FP1 と予選、土曜日に FP2 とスプリントレースが実施され、今までのグランプリとは異なるスケジュールとなった。予選ではハミルトンがポールポジション、ボッタスが3番手となった。このジュニーは、翌日のスプリントレースのスターティンググリッドとなる。スプリントレースではハミルトンが2番手で、ボッタスが3番手となり、 ハミルトンに2ポイント、ボッタスに1ポイントが加点された。決勝では1ラップで、フェルスタッペンと接触し、ハミルトンに10秒ペナルティが課されるも、速さと実力を見せつけて、優勝を獲得した。第11戦のハンガリーグランプリでは、予選ではメルセデスが1列目を締め好調だったが、決勝では雨に追われボッタスが、スタート後に、多重クラッシュを起こしそのままリタイア。 レース再開後は、天気は回復しハミルトンは3位でレースを終えたが、2位のベッテルが失格となったために表彰台を獲得した。第12戦のベルギーグランプリはハミルトンが3番、グリッド、ボッタスが12番グリッドの結果となった。決勝は大雨の中始まるが、フォーメーションラップで、レッドブルのペレスがクラッシュしたためレースが中断され、約3時間後にセーフティーカーを先頭に、 レースが再開するが、雨が断続的に降り続き、さらに路面も濡れ切っていたためわずか3周でレースが中止された。本レースは規定周回数の75%を満たしていないためハーフポイントとなった。トランスミッションサイズ内燃エンジンアーズ燃料潤滑油メルセデス a MGF1W12E パフォーマンス。E メルセデス AMG F1 2021年2月17日閲覧メルセデス AMG F1 M12E パフォーマンスメルセデス AMG F1 2020年2月17日閲覧ありがとうございます